痴漢で逮捕。大胆に振る舞う女性がいれば痴漢も出ますよね。ハロウィンの夜は人々に紛れてとんでもない輩が集まってきます。警視庁渋谷署によると、ハロウィン当日に窃盗未遂や痴漢の罪で少年2人が逮捕されたほか、仮装をしていた女性の体を触ったとして50代の男が逮捕される事件が発生しています。実際にツイッターなどを見ていると、被害に遭ったと思われる女子高生の書き込みがたくさんヒットします。楽しいはずのハロウィンイベントで痴漢で捕まるなんて本当にアホだなと思います。